バケヒラ山口支部ということで、今日はこの時間から楽しもうと思います。前回楽しませていただきました。このライトを使って透過採集です。いい時間になってまいりました。じゃあ皆さんよろしくお願いします。さて8時ちょい過ぎスタート。すごいですね、波動砲。本当にいいところにピンポイントで当たっております。8時15分。ちょっと10分経過。ハムシはいっぱい寄ってきてますけどね。オオクワもこれに飛んできたりします？オオクワも飛んでくるみたいですね。はあ。ということはじゃあ平田も飛んでくると。平田も飛んでくるって言ってました。はあ。なおさらいいですねこれ。オオクワやっぱこれをねやってる人の感覚がオオクワだし、ですね、狙ってるような。オオクワ狙いでこれを。オオクワ狙いでこれを。オークは飛べないからこれでオークは狙って、でその飛ぶパターンが、ええ、最初赤足が来て、で三山が来て、でそのさっきの言ってたあの森のなんとか、あの綺麗な、でコクワが来て、コクワ来たらなんか合図っていう感じ。お、そうですか。ですよね。あ、だからもう元々はこれはもうオークは取るために開発された専用ライト。オークワのメス飛んできてみんな興奮してますよね、なんか。おお。それについでに三山赤足の大きいのも取れるっていうので、やっぱりそこは楽しみなんですね。ああ、おまけでですね。ああ、これは本当。あれでも北部の方ですよね、あの方ら結構。そんな感じですね。オークワ平田が飛んでくるんだったら。あ、もう買おう、これは本当に。ちょっと向きを変えてみました。これはあの照射しているところにクワガタがいるのが飛んでくると。そうですね、今こう直には当たってない周りの木にクワガタがいたとしたら、それたちはそれらもこの辺も来ると思います。ああ、この光がなんじゃろかいということで、そうですね、あこの光にこう飛んでいって、あさらにあここ明るいと、そうです、ね、あっちに行ってみようと、そんな感じだと思います。ああ、なおさらいいですねこれ。透過採集、まず何か一匹が飛んできました。コガネムシ、あ、なんか足元を言ったよ、またこれはセミ。セミです。何ゼミ、あ、なにこれ、ミンミンゼミ、ミンミンっぽいですか、これ。ヒグラシ、ヒグラシですかね。あら、どっか行った。お、なんか飛んできましたね。え、あ、いた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 。これ写真撮ろう。あ、どこ行った。あら、雨が降ってきた。はい、ちょうど塊がこっちに来てますね。来ましたねこれ。そうですね、もうちょっとこの調子なら今回はちょっと切り上げていつも通りライトでチェックしていってみましょう。はい、まずはこのターブの木から、ね、カナブン、どこですか。この上の、あ、上の枝です。ん、ここです。ここ
あのこっち側から見たらちょうど真上になりますね。名所さんの真上に。あ、これですか。はい。あ、これクワガタじゃない？あ、いました。あ、いましたね。あ、これなんですか、これ。平田？平田っぽいですね。お、いました。おお、カナブンっていうから ブラックカナブンかと思いました。なんかブラックもレアなんですってね。なんかコメント入ってましたね。ブラックカナブン、この辺りいますよ。います？この辺りいますね。見たことがない。マジですか。あの、いつもあのカナブンとはあれ別の種類なんですよ。違うんですか。黒カナブンはまた別の種類で、ちょっと、ね、大きさが小さいですね。あ、そうですか、はい、あ、それもちょっと見てみたい。あ、だけど平たいました。毎日ここ蹴り飛ばしてきて、はい、もうそれからあんな感じでカナブンがちょっとつくぐらいで、クワガタがね、ほとんどオランゴラだった。いなくなりましたね。乱獲で。乱獲です。最近の人間がここ知っとるってことですね。そうです。よく来ますよね、でもこう。未開の土地に。これは、ノーマルカラーですね。この木も昔めっちゃいましたもんね。さあ、ここはどうでしょう。ここはですか。どれどれ。おお、頑張ってますよ。打たれて。ああ。あと上、スズメバチが。スズメバチ。あそこいますね。ああ、本当ですね。ここ。おお。頑張ってるね。ここも四つ星が頑張ってるんで、樹液ね、出してくれるんでしょうね。ああですね。雨の中ご苦労さん。さて、動画でおなじみのフィールドですが、あらららららあらららららこれいい木だったのに。あー、しょうがないですね。やっぱ椎茸のほだぎとかになるんでしょうか。この太さからして6本ですか。ああ、お、セミの幼虫が今からな感じ。出た後かな、これ。おお、なんかいました。ええ、どれでしょうか。あの上にいるの、あれ何ですか。上に雨粒が目に入ってきて、かなり上です。かなり上、まだ上です。ズームアップ。あの上の方の雨付け、あれ関係ないですか。あ、これですか。いやなんか、黒くなってますけど、なんか違うような気がします。もう、あの一番奥はどうですかね。プロができてるというところで、あ、おるよ。平田。これはちょっと50は確実でしょう。頑張って。
フォーク持ってきようかな。来ました、来ました。あげたー、いいじゃない。おー、いいっすよ、この平田。おー、これは、いいですね。50後半、60ありますか。60近いかもしれませんね。うん、ちょっと、やっときましょうか。はい。いや、気をつけますけどね、気をつけますけどね。ちゃんと気をつけますよ。うん。あ、どれどれ。あ、どれどれ。あ、あ、60はあるでしょう、これ。やりましたね。うん、やったー、与平さん、やりましたー。イェーイ。おぉ。で、あと上にいます。え、上にいます。え、どうですか、どうですか。え、そことか言ってるし。ちっちゃいあたりですけどね。マイマイと一緒にいますね。マイマイと一緒。あ、これですか。あら。びっくりしましたね。ああ、いい家が撮れましたよ。三山もいますね。三山？どこ？ここいます。どこ？おお、三山です。あら。本当だ。ああ、今年もここ三山が出ますか。あ、おいらも写真撮ろう。あー、こいつはでかい。やば。お、写真撮ろう。安全そうなんで、思ったんですけど。あの、本当は、ね、今日ちゃんと温存してこうかと話してたんですけど。あ、そうなんですか。はい、よかったですか。はい、うん。うわ、本当ファミリー向けですよ、ここ、本当に。ちょっと申し訳ないですが。坊ちゃんと来てください。面白いと思いますよ、今からが。やっぱ黒かな分もここいるし。ここですか。あ、ここいます。あ、ここいます。ここで撮りましたね。おお、あ、ちょっと過去動画に映っとるかもしれませんね、そしたら。あ、その可能性はありますよ。おお。うちの子が一生懸命探しとってたら、黒かな分、あの、この一個上のところで、向こうで撮りましたね。あ、あっちの上の。はい、上の方で。この林で。はい。おお。あ、ちょっと。時間があったら過去動画見てみようかな。実際に黒カナブン撮ったら、あの、他のカナブンと比べてみると人の周りやっぱ小さいのが分かりますね。ああ、ブラックカナブン。いや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 、またいましたよ。あ、2匹いるじゃないですか。おお、うわ、ちょっと待って、これ左右にちょっと、これもうちょっとどんな絵ですか、これガーンガーン。ちょっと、あ、でもいいコクワですね。おお、いますね、いますね。ここにもセミの抜け殻。なんですって。また何かいましたか。どれどれ。名長さんのペットがまたいます。いやー、コクワはいずこへ。コクワはあのメクレの中に。あ、この中ですか。おー、はいはいはい、いました。眩しい眩しい。
ただいま中段エリアを探索中です。サワガニが、おお、いい感じですね。あ、マイマイかぶり。こりゃまた。本当だ。ミヤオガエル。でか。ちょっと違うアングルから。おお。いろいろいますね。いい平田が取れてよかったですね。これ色っぽいなと思って。ああ。ラストやめてよかったですね。うん。色でしたね。かなり深い。あれ高かったですね。どうでしたね。でもナイスゲットでした。いや、本当にセットで良かったですけど。ここで60でなかなか。ですよね。よし、ほいじゃあ上段エリア行きましょう。いやー、こっちはまた楽しみですよ。切られてます。あー、枝が切られてる。うわー、こっちも全部伐採候補。小さいコクワ。はい、ちょっと、あー、ほんとだ、かわいいのが。まず一匹いました。え、何がいましたって。おお、すげえな、この側完璧に溶け込んでますね。素晴らしい擬態。ちょっと蹴ってみようかな。雨の音で分かりませんね。スジクはいませんかね。スジクはソーパパさんでっかいのを本当取ってましたね。あれは本当すごい。こっちです。ああ、結構ぬかるんでますかね。あ、マイマイだった。あー、びっくりした。え、あ、ここにも、あ、本当だ。ドキッとしますね、こいつのお尻は。雨もなかなかやみそうにありませんので、今日はこの辺りで終わりにしようと思います。あー、面白かった。帰ろうと思ったんですが、ここまで来てしまいました。
てこれガスがすごいっすね。真っ白やばいよこれ。なんか出てきそうっすよ。どうでしょうか、見てみましょう。じゃあ今度はこっちのクヌギ林。あ、本当クリアになりましたね。何がいます？ここに今マイマイが登っていってますね。あの葉っぱのとこ出た。おお、このタブもいいタブですね。幹についてるんですよ、タブの。この木はどうでしょう。あ、温度計が落ちてるよ。ん？お、ただいまの温度24度5度。あ、これはいるんじゃない？あ、なんかいます。大きくはないですけど、これはなんでしょうか。ドラゴンスポーク。すいません。この中にちょっと見てみてください。クワガタですかね。クワですね。お、あ、これで出せるんじゃないですか。お、来た。お、来た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 。あ、なんだ。筋。マジで？あ、本当だ、筋だ。筋クワです。お、初筋ゲット。はい、お、やった。温度計まで。本当だ。あ、これはちょっと先端がちゃんとなってますね。ああ、なってますね。あ、筋らしい。おお、今季初筋。何ミリですかね。これはですね、平気で測れますよ。これ痛くないから。秋切れか。3センチない？秋切れですか、ほら。ですね。お、これはちょっと。あ、陽平さん、はい、これどうぞ。初筋。ちょっと後で写真撮らせてくださいね。はい、おお、で、何が？ここは、ここは。ここは？ここもここ。上から。あ、本当だ。ここはもいました。こっち側から。お。きれい。お、出た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 。お、ゲット。はい、これはコクワですね。このぐらいの筋が欲しいですね。お、いましたね。あ、筋クワガタ。あ、嬉しい。反対側はどうですか。もうなんか入ってそう。やべえ。おお、ちょっと勘弁してください。もう獣のエリアでしょうね。またこの間みたいな、あの鳴き声は本当何だったでしょうね。危ない危ない。じゃあ手前のクヌギ行ってみましょうか。お、どれ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 。
今一生懸命動きます。あ、この子ですか。昼間じゃ入れませんもんね。人間でいうと羽化が老後ですか。ああ、そうなりますかね。土の中で8年でしたっけ、10年でしたっけ、ね、最初に聞いた時はびっくりしましたけどね。またいい具合に雨が落ちてきましたね。初筋29.5。 おー、欲しい。 29.5 です。 あー、 もうちょっと。 じゃあ、スジちゃんはリリースします。 楽しかったですね。 よかった。 はい、皆さんお疲れ様でございました。 いやー、10日採集ちょっと雨でですね、残念でしたけど、その代わりちょっとフィールド巡り、面白かったと思います。はい。まあ、また、洋平さん、またファミリーでいらっしゃってください、ここは。ありがとうございます。今からだと思います。いらっしゃっていただきます。じゃあ、次回は、また10日採集リベンジ。リベンジになりますかね。そうですね。天気見て。まあ、梅雨もしかし、もう明けるでしょう。長いですね、今年。ですね。本当待ち遠しいですけど。まあ、ちょっと入りそうで、ああ、まあ、これからにまた期待して、まあ、なんちゅうたってバキヒラ山口支部と命名したからにはどうにか、そうですね、70ミリオーバーのバキヒラを一匹でも捕獲したいなと思います。狙っていきましょう。はい、お二人様よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。